それとエニアグラム二等辺の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい。今日は来ました。タイプ8のタイプ8の健全度、はい、タイプ8ウォッチャーが、タイプ8親父が長年一緒に暮らしたという、うんうんうん、でもなんでいろいろピンとくるところはあるかもしれません、うんうん、はい。ので今日はこのタイプ8の紹介をと思っております、うん、で今日もこの性格タイプの分析、ドン・リチャード・リソさんですとか、エニアグラム職場で生かす9つの性格、うん、ヘレン・パーマーさん、うん、9つの性格タイプが分かるカレン・ウェブさん、うん、あとはこの9つの性格タイプ、はい、ティム・マクリーンさん、うん、高岡芳子さん、お世話になってますと、はい、でこのタイプ8、どんな性格かというと、うん、威厳があって存在感がある、うん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 、現実的な考え方を持っていて、うん、自信に満ちはっきりものを言いますと、うんうん、リスクを恐れず挑戦することを好みます、うん、物事を判断するときは腹から来る本能的直感を信じ、うん、そのためこうしたらいいという自分の判断には自信を持っていますと、うんうん、で独立心が強く、人を頼ったり助けを求めることは少ないですと、うん、弱さを見せたくない、見せられない、つけ込まれると思っている、うんうん、なんで逆に人から頼りにされることはよくありますと、うん、自分は強いという自己感覚を持っていて、うん、弱さは認めたくありませんと、うん、なんでタフに振る舞い、他の人にまでしっかりしろと言いたくなることも少なくないと、うんうんうん、隠し事をしたり、うん、取り澄ました態度でいる人を信用できず、うん、素直な心のつながりを求めます、うんうん、どうですか。まあその通りですよね思い当たるところは多々やっぱり隠し事とか、うん、そういうのは嫌う。隠し事がバレると大変みたいな、うん、なるほど。なんでまあ時代は時代だと、うん、鉄拳制裁も全然、鉄拳制裁もで何でも言ってこいっていう、なるほど、うん、で何か言うと怒るでここにもこのヘレン・パーマーさんのエニアグラムで書いてあるのは、うん、強さを求め自己を主張する人、うん、でモットーとしては苦しい顔を人に見せない、うんうん、基本的な考え方としては、うん、強者は生き残り弱者は淘汰される、うん、全てかゼロか、うん、でもちょっと強烈ですね、強烈です、力強い、うん、で美質として、うん、やっぱ無邪気って書いてあって、うん、基本は他人の善意を基本的に信じている、うん、基本的に信じてますねというタイプ8、はい、この方の健全度としましては、うん、すごいなと出ましたけども統合の方向がタイプ2、うんうん、愛のある人です。愛のある人、愛を皆さんに、うん、振りまく人です。振りまく人で落ちていく分裂の方向はタイプ5になりますと、うんうんうん、で、健全の段階の1が高潔な英雄、うん、自制とあります、うん、ここで自制なんです。初めて自分を制することができる、うんうんうん、ちょっと笑っちゃいましたけど書きながら、あ、段階1で自制かと、うん、自制できないのかって感じ。ようやく段階1に来て初めて自分を制することができると、うんうん、でタイプ2の愛を与えることができると、うんうん、で段階に自信に満ちた人、自信とあります、うんうん、で3建設的な統率者、影響力とあります、うんうん、やっぱりその自分の力で影響力を、うんうん、コントロールされたくない人たちなんですよね、うん、でまあ基本自分が全部コントロールしたいと思ってる人なんで、そう、まあ、うん、この辺はまだその良い影響力、この辺は良い影響力ですよね。で通常の段階で言うと、うん、新種の気に満ちた冒険者、うん、自己充足とあります、うんうんうん、基本言えば自分、うん、5幅を利かせた権力の仲介者、力づくとあります。あ、これからちょっともうなんかポサが出てきます。よくなんか漫画で言うとジャイアン、ちょっと平成ジャイアンだと皆さんピンとくる方少ないかもしれない、うん、平成ジャイアン違うんですか。平成ジャイアン
映画のジャイアンとか。ああ。映画のジャイアンは多分上の方ですよね。上の方。健全なジャイアン。そう。英雄ですよ。で、我々昭和のドラえもんを見てきた人たちのジャイアンは多分、うん、まあ、この辺なんですかね。うん、力ずくですと。力ずく。で、お前のものは俺のものですよ、ね。お前の有名なセリフ、お前のものは俺のもの。俺のものは俺のもの。俺のものっていう。で、6、対決的な敵対者、威嚇、落としとあります。うんうん、で、ここがもっと落ちていくと、うん、残酷な暴君、無情、うん、8、全能な古代妄想者、無謀、うん、9、凶暴な破壊者、破壊性。すべてが、勝ち残った後にすべてがないっていう。すべてがない。焼き尽くしておしまい。焼き尽くしておしまいっていう。で、英雄から破壊者ですもんね。まあ、あのかっこいいなって思うところはありますけどね。ただその自己診断でどうなんだろう、8だっていう人は結構分かりやすい、うん、8の人は多分分かりやすいと思う。多分周りから見ても8だねっていうのは多分言いにくいかもしれないですけどね。そう、俺は8じゃないとか言われるとですよねって。まあでも8の人は8だって自覚するんじゃないかなって思いますけどね。ですよね、うん、分かんないですよね。で、まあ、でも自覚できてるっていう段階で、うん、なんかもう健全度が高い気がしますけどね。うん、なんとなく。あ、うん、でも8の人は8で8かどうか迷ってるって人あんまりいないじゃないですか。あ、そう、私は8ですけどっていうところですかね。8と5迷ってますとか、8と6で迷ってますとか。あ、でも8と6は、うん、あ、でも6が8と思うことはないですね。うん、うん、うん、そんなに自分は強いと思ってないですか、うんうん、自信があります。それについては自信がある。なんかあの根拠がなく自信があったりするタイプじゃないですか。はいはい。なので8だと思ったら8なんですよ多分。なるほど、うん、自信がないから迷うわけじゃないですか。で、ここですいません、いつも紹介していた、うん、あの幼児期の原点、うんうん、としてはタイプ8は母親、うん、もしくは母親的な人物に対し、うん、愛憎を半ばする感情を抱いていますと、うん、彼らの人格形成における最も重要な要因は彼らは自分の母親を相手に意思を試し、うん、それに成功してきたということであると。なので自分の意思を筋肉のように鍛えることによって、うん、タイプ8は巨大な意志力と強い自我を持って、うん、自分に対する揺るぎない信頼と意思を通すという自分の能力に対する自信を持って、うんうんうん、育っていきますと、うん、母親もコントロールしてたってことですかね。そうですね、うん、でそこで試してあで自分が強いっていうこのタイプ8、うん、やっぱりその独特なこじらせ方っていうのは、うんうんうん、多分あるんだろうな、うんうん、でこの9つの性格タイプが分かるカレン・ウェブさんの方が、うん、結構そのタイプ8、うん、いきなりちょっと挑発するんですね。タイプ8をタイプ8をそのエネルギッシュなお山の大将ですと、うんうん、要は推しが強い印象を与えると、うん、他人にプレッシャーを与えていることに気づかず、うん、自分はただやりたいことをやってるだけだと言うと、うん、これも冒頭で出てくるんですね。でもそんな感じですよ。普通なんかこういう本って初め褒めるじゃないですか、うん、もう冒頭これです。この多分お山の大将、はい、っていう言葉がちょっとディスってる感じがしますね。僕はもう大丈夫って、うん、でお山の大将以外は多分本人もそうやって思いたい部分はあると思うんですよね。あ、もちろん自分はエネルギッシュだって思いたいし。あ、なるほど、うん、で、高潔、正直、正義について強い倫理観を持っていて、うん、世の中は正しいか正しくないかの2つに1つしかないと思っている、うんうんうん、まあ、先ほども一番初めに申し上げた、うん、オール・オア・ナッシング、全てかゼロかっていう、うん、で、独りよがりで自分は間違うことはあっても迷うことはない、うんうん、で公言しますと、うんうん、で公正であることに重きを置いているが、うん、他人の意見には耳を貸そうとしませんと、うん、何かが起きた時には迅速に反応しますと、うんうん、反応タイプですから、はい、で特にすぐに腹を立てることが多いと、うんうん、逃げ腰になったり半分しか真実を言わない、うん、言い訳したり自分が必要としている情報を差し出さなかった相手には容赦をしませんと、うんうんうん、タイプ8は真実と明白な決断を要求するのであると、うん、で、まあ、8の意見としてはいや人を怖がらせるつもりは全くないです、うんうんうん、
ただどうして相手が引いてしまうのか理解できないと。なんでこの人は引くんだろう、言いたいことがあるなら言ってこいよ、かかってこいよっていうことなんですよね。そういうことですよ、そのこじらせる原因っていうのは、で傷つけるつもりは全くないライオンですと、ガリッてやるとペリッて受傷っちゃうみたいな、ただまあはっきりさせたいだけだという意見を持っていますと、でまあタイプ8はやっぱりその、そういうコントロールされたくないと思っているので、やっぱりリーダー志向が強いタイプ8は、いつも真ん中にいたがりますと。まあ、自己主張の反応タイプ。反応タイプ。自己主張は、こういう。自分からこう積極的に関わって、そう。欲しいものは取りに行くタイプ。なんで、その、いつも真ん中にいたがり、問題を追求してやまないと。命令している時に喜びを感じる。権力に対しては敏感ですと。権力はどこにあるのか、自分の存在は脅かされていないか、脅かされているのであればどうすれば支配力を手に入れられるか、もしくは取り戻せるかを直感的に嗅ぎ取りますと、まあこの人また8の意見がここに来てです、まあ、私がリーダーになる必要は全くないと、ただ人に支配されたくないだけですと、あ、そうかもしれない。で、あんなやつらの言いなりになってなるものかと、言って途中で投げ出してしまう、で喧嘩をすることはしょっちゅうあります、で、まあ、そういう揉め事は多いと、あとはその人にバカにされるのは辛い、っていう意見は、やっぱりそういう思いはあるみたいで、あとは、まあ、バカにされるのはもちろん人から助けてもらうっていうことも認めたがりませんと思っていますと、弱いっていうことを認めることになるって感じですよね。そうですよね。悪い時のタイプ8っていうのは、シニカル、威張り散らす、ルールを破る、力ずくで物事を解決する、自分の思い通りにするためには、他人の気持ちを無視したり無理強いしたり嘘をついたり他人を踏みつけにします、ただこれやっぱり力強さ、もちろんいい方にとると、まあ、リーダーシップをいかんなく発揮する、愛情にあふれている、持てるエネルギーと生まれながらのリーダーシップで家族や社会を守るために戦える、っていう、もちろん、まあ、健全度の問題なんでしょうねとは思いますけど、そうですよね。でちょっと話が前後して誠に申し訳ないですと、あの先ほどあの幼児期の原点みたいな話をしましたけども、そのタイプ8は、まあ、生まれながらにして、まあ、世の中、すいません、生き落ちた世界は恐ろしく往々にして、あの暴力とか怖い社会だって思っているので、誰よりも強くならなければならない、そうしないと生きていけない、生きていけないって思うことで、まあ、母親と愛憎仲間にして試したりっていうことで自分を強くしていく、っていうことなのかなっていうことが書いてありますと。なんでそれでいい方に発揮すれば力強いリーダーになれる。だからまあうちの親父も機嫌がいい時はいいんですよね。もちろんもちろん。こういろんなとこ連れてってくれたり、こういっぱい関わってくれるんでいいんですけど、機嫌が悪くなると途端にこう暴力的にというか力ずく的な。そうなんですよね。でこのティム・マクリーンさん、健全度が下がる時の注意信号としては、自分がことを起こすために前へ押し進み戦わなければいけない、戦わなければいけないっていう思いが湧き上がってきたら、ちょっと待ってと、それはもしかしたら戦うことが必要なシーンですかっていう、本当にその戦い必要ですか、必要ですかっていうところですよね。基本いい面っていうのは8のいい面、人への気遣いや愛情を表現できる、面倒見がよく人の成長を助ける、心を開き自らの優しさに触れる、自分自身をいたわることができる、っていうこのタイプ2のいい部分が出てくる時がタイプ8のいい時、優しさみたいなところですよね、周りに対する。いやもう晩年の星野仙一さん、鉄拳制裁じゃない、ない、あの
中日ドラゴンズの監督なりたての王監督に拳を突き立てた時の千一さんで、あの時ももちろん、うん、まああるとは思うんですけど ね、でまた注意点としては、またその引きこもる人の考え方や価値観に冷笑的になるっていうタイプ5の悪い面が出てきた時は、いかんいかんと、俺らしくないっていう、エネルギーがこう、はい、もちろんそこで練って上がればもちろんいいんですけどね。なんで成長するためのタイプ8の人が成長するためのアドバイスとして書かれているのは、ちょっとここでヘレン・パーマーさんはですね、タイプ8の考え方はバスケットコートの中では奇跡的な成功を起こすかもしれないが、まあそういう戦場ですね、戦う場所では、ただ外交術や忍耐力、融通性を要する場面ではちょっと非生産的になるかもしれないと。でそんな時、もちろんタイプ8もあるでしょうから、そんな時にタイプ8に言いたいこととしては、10数える待ってから口を開けと、で何か思った時に10秒数えなさいと、それが本当に言うべきことかどうかっていうところですね。それが建設的にものを運ぶのかっていう、多分その感情的に行くときはもう戦いが始まるときですからね。カーンって聞こえるんですかね。カーンってっていう注意点はありますよと、あと他に、まあ、アドバイス、その8の人にアドバイスなのか私は思ってません。8の人に書いてありますっていう、書いてあります。あとは、僕からすると、あの自分が言いたいことを言えていいなっていうのはあります。まあそれはありますよね、特に有利なんか言えない、そう、あの空気を読んでちゃ言えないことが自分の言いたいことがズバッているわけじゃないですか、それはちょっといいなとは思いますけども、まあ、蜂の人にとってはその一撃は力強すぎる、強すぎますので、そう、受賞を負ってしまう可能性がある。我々人間ですと、サイヤ人とは違うんで、出来が違うんですと、なんでその主導権に握る立場になりやすいですが、たまには人に任せましょうですとか、自分の悩みや弱さについて素直に話せる相手を見つけましょうですとか、親しい人に感謝の気持ち、愛情を素直に表現できるといい、なんてことが書いてあります。なんでこのどこかの本で書いてあったのは、そんなタイプ8に対してはタイプ6はいつまでも本当のことを言わないし、タイプ9はタイプ8がいなくなればいいのねってずっと思いながら過ごすみたいなことが本に書いてあってですね、なるほどと。このタイプ9的に、タイプ9的になんかあの、まあ、うちの親父タイプ8が何でも言ってこい、はいはい、何でも言うのもめんどくさいじゃないですか。まあなんかその特に言うと、あ、こうなるなってのが分かってくると、もう言わなくていいやね。言わなくていいやっていう、はい。別に隠してるつもりはないですよね。もちろん、もちろん。はい、こう隠し事、これ言うとまずいなとかって隠そうっていう気はないけど、はい、まあ、それをわざわざ言わなくても。わざわざ言わない。はい、だってそのわざわざ言わないのも気に入らないみたいなところがあったりするんですよね。何もしタイプ8の方、ご覧いただいてたら、10秒。10秒。10秒数えましょうと。賢人が言ってます。私じゃないですと。あなたはちょっと強すぎると。強すぎると言ってます。申し訳ございません。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。何卒チャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。次はタイプ9でございます。はい、ありがとうございました。